人玉怪獣フェミゴン。それはある日突然宇宙から飛来した。青白い輝きを放つ、まるで人玉のような奇怪な物体だ。これがマットの甲一点岡隊員に取り付き、怪獣化したのがここに紹介するフェミゴンなのである。水中でも陸上でも自由に活動し、口から猛烈に火炎を噴射して暴れ回る。だがその正体は何なのか今もって分かっていない。怠け怪獣やめたランス。何するんだ。そうなのだ、僕は何もしない。僕を地球へ送ったのは宇宙人なのだ。お前ら地球人に俺たちの新兵器が分かってたまるから。宇宙怪人ササヒラ。ヤメタランスの特性に目をつけ、地球に送り込んだ張本人。全地球人無気力化計画を実行し、やすやすと地球を手に入れようと企んだのだ。戦力は口から吐く黄色の爆破ガス。鋭く尖った両手を生かした格闘戦も得意だ。思わぬ作戦で地球を大ピンチに陥れた切れ者宇宙人である。銀河星人ミステラー星人。宇宙で最も好戦的といわれるミステラー星人は、マットの隊員を操って自分たちの戦力に加え、母星で打ち続く宇宙戦争に投入しようと企んでいた。だが地球には戦争を嫌って逃亡していた元宇宙戦闘隊のエースが娘と共に亡命。地球人としてひっそりと暮らしていたのである。ミステラー星の戦闘隊長は口から発射する MT ファイヤーを使ってウルトラマンにも戦いを挑む。原始地底人キングボックル。太古の人類が地底深くでの生活に適応すべく変化を繰り返した末、キングボックルの種族は誕生した。すでに目は退化しているが、頭部の2本のアンテナから超音波を発して自由自在に行動する。この音波は武器にもなり、人間の脳波も狂わせてしまう。毒ガス、ロケット弾や念力など多彩な武器の持ち主でもある。触覚宇宙人バット星人。地球ばかりではなく、ウルトラマンの故郷 M78 星雲光の国も同時に侵略してしまおうと企むウルトラ抹殺計画の実行者、宇宙恐竜ゼットン2代目。驚異的武装と底知れぬパワーで初代ウルトラマンを倒し、今なお最強怪獣と謳われるあの宇宙恐竜が再び地球に出現した。全ての武器を弾き返すバリア、両手から打ち出す超高熱火炎、口から発射する凄まじい破壊力の爆裂火球が地球を、ウルトラマンを襲撃する。